はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。ウィニングポスト8の続きをやっていきたいと思います。今年はですね、グラスワンダー、キングヘロー、あとはスティンガー、そしてテーマオペラ王が、入居して、デビューしていくというところになってますので、このあたりもね、楽しみにしていただければと思います。では早速進めていきましょう。でですね、今年の、大期待馬、グラスワンダーなんですが、皐月賞このまま普通に進むとですね、スペシャルウィークとぶつかることになるんですね。スペシャルウィークとまともにぶつかるとですね、ちょっと厳しいかなというのが、グラスワンダーの現状なので、グラスワンダーはですね、まずは、スペシャルウィークとの戦いを回避したいと思ってます。まずはね、G1 を体感して、馬を育てるというところに、重点を置いていってですね、何が言いたいかというと、NHK マイルカップに定めます。で、NHK マイルカップの前哨戦として、皐月賞ではなく、違うレースをですね、進もうかなと思ってます。ここでは毎日杯に出て、毎日杯かが NHK マイルカップというところで進んでいきたいと思ってます。で、キングヘイローは我が道を行かせればいいかなと思ってます。ブラックホークはね、もう少し耐性するまではかかるんじゃないかなと思いますので、まずはきっちりとですね、グラスワンダーを育てていくというのに重点を置いてやっていきたいと思います。あとですね、皆さんにはぜひぜひ、有力支持馬ですね、の情報をですね、お寄せいただきたいと思ってます。というのもですね、もちろん、この後ね、ディープインパクトとか、オルフェーブル、絆、そういった馬と対戦していく、あるいはそういった馬をゲットしていくっていうのも目標にやっていってるんですが、最終的にはですね、有力な支持馬を集めて、カスタムレースで最強支持馬決定戦みたいな、そういう試みでプレイできたら面白いんじゃないかなと思ってますんで、ぜひですね、皆さんには、あの支持馬忘れてるよとかですね、あの支持馬絶対強いとか、そういう情報あればですね、どしどし、ツイッターもしくは、この動画のコメント欄でお寄せいただきたいと思ってます。お寄せいただいた手術場に関してはもうできるだけね、というかもう全力で取りに行きたいと思ってますんで、ぜひぜひ皆さんの思い入れのある有力手術場の情報をお待ちをしています。さあ、それでは4月1週目のヨーク誕生イベントを見ていきましょう。さあ、ヨークの誕生イベントですね。ティンバーカントリーとパシフィカスの娘ということで、スペリオルパールですね。さあ、それでは4月の3週目、キングヘイローが皐月賞に向かっているはずですので、その様子を応援しましょう。おっと、出てないか。ちょっとキングヘイローも出遅れてしまっている感じがありますね。グラスワンダーは NHK マイルカップに向かって、ブラックホーク、キングヘイローは、まだまだというところですね。ただキングヘイローは青葉賞に向かうようですね。青葉賞に向かってダービー出走を狙うというところになってるんじゃないかなと思います。それでは5月1週目の種付けイベントまで進めていきましょう。あとですね、ダンシング期もうすでにちょっと過ぎちゃってるんですけど、有力繁殖牝馬の情報でね、ダンシング期を
いいよってお勧めしてくれる方何名かいらっしゃったので、ぜひですね次回は2週目ですね、なんとかダンシングキーゲットしてですね、ダンスインザダークあるいはダンスパートナー、こういった馬を自家生産でゲットしていきたいと思ってます。ですので有力繁殖牝馬と、あとその子供たちの情報とかもねお寄せいただけると本当に助かりますので、もう皆さんのね方からぜひぜひコメント等でお知らせいただければ嬉しいと思います。このあたりはあえて買う必要はないかなというところばっかりですね。はい、では種付けの方をしていきましょうか。爆発力でいうとラストタイクーン、このあたりどうですかね。ちょっとコメントを見ていきましょうか。血が濃くなりすぎる系ですね、これは。ちょっとパシフィカスは後にしましょう。グッバイヘイローを先に見ていきます。お、テンポイントとかね結構いいですね。素晴らしい配合です。まあちょっとテンポイントでもつけときますか。まあ、一応配合評価 A になってるし、爆発力もまあ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 って感じですね。ただポリッシュネイビーもいいですね。まあここはでも、お、待ってくださいね。とてつもない爆発力を秘めていそうです。良さそうな配合です。とてつもない爆発力秘めてるんだったらちょっとかけてみたくなっちゃいますね。で、竹のハッピーはというとスキャン、まあスキャンをつけときましょう。間違いないでしょう。桜大王、これは極度の謹慎と。ここはダミスターをつけときましょうか。良さそうな配合ですと出てます。で、パワちゃんシスターですね。ここはエルハーブをつけときましょう。パワちゃんシーですね。配合評価 A、 サンデーサイレンス、これサンデーサイレンスつけますか。素晴らしい爆発力。パワちゃんグレイス、パラダイスクリーク、爆発力でいうとダイナガリバーなんですね。じゃあダイナガリバーをつけましょう。で、パワーチャンライトですね。この辺りからだいぶ難しくなってきますが、ミスターシービー、パワーチャンライツ、パワーチャンライツはダミスターをつけましょう。ダミスターは2投目になりますね。で、セクレト、血が大きくなりすぎて、濃くなりすぎて危険。クリエイターとかどうですか。大きな爆発力秘めてるということで、クリエイターをつけてパシフィカスですね。まあ、ブライアンズタイムアゲイン狙ってもいいですし、ラストタイクーンあたりつけても面白いですよね。桜ローレルとかどうですかね。なかなかの爆発力か。ちょっと難しいですね。ちょっと吟味していきましょう。パワーチャンブレイク、パワーチャンブレイクとつけるのか、ちょっともったいない気がするな、自分の勝負場ではありながら。ダンシンググレーブとかはちょっと近すぎますよと言ってますね。そうなると、どうかな。やっぱり評価を受けている高い馬をつけていきましょう。間違いないですからね。
そうなるとブライアン、これ近すぎる。まあ当然ですよね、親子ですからね。まあ、ブライアンズタイムおとなしくつけておきましょうか。再び成田ブライアンアゲインということで狙っていきましょう。キングヘロー9着か。青葉賞にはちょっと出れない、あーダービーにはちょっと出れないですね。さあ NHK マイルカップの方見ていきます。ここでグラスワンダーね、きっちり勝ってもらいたいと思ってます。さあ2番人気に押されているグラスワンダーは13番に入っています。1番人気はやはり4枠7番エルコンドルパサーですね。その他フィットチーネ1枠1番、2枠3番にはクリールサイクロン入ってますね。グラスワンダーは7枠13番に入っています。注目馬でいうとグラスワンダー当然応援していきましょう。あとは4枠7番のエルコンドルパサーです。では NHK マイルカップの発送です。競馬場は3歳マイル王をかけた戦い、この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後はここはなんとかグラスに勝ってほしい。体勢が整いました。さあグラスワンダー少し立ち遅れたかなというところですね。エルコンドルパサーはいい位置、13番がエルコンドルパサーです。7番がエルコンドルパサーですね。13番がグラスワンダーです。エルコンドルパサーこれは短期逃げに持ち込もうとしている展開かな。グラスの前が開けばいいんですけどね。石膏勢にどう影響するか。さあ先頭は依然として7番エルコンドルパサー、マイネルスマイル、ほとんど差がありません。ペットチーネ3番手ーー。さあ最終コーナー入ってきた。グラスはどうだ、エルコンドルパサーが出る。グラスは伸びないか。グラスはどうだ、エルコンドルパサーが逃げる。エルコンドルパサーが逃げるが、グラスも迫るが突き放されるか。どうだ、グラスも追うが、グラスも追うがエルコンドルパサー、ここは圧勝ですね。エルコンドルパサー強かったですね。これはエルコンドルパサーに完全にやられた形になりました。圧勝でしたね。ただエルコンドルパサー、グラスワンダー、ここ6馬身差あるんですけど、グラスとプリンセススカーラ2着3着の間9馬身ありますね。まあそれだけ、エルコンドルパサーが抜けてたっていうことなんだと思うんですが、ちょっとね悔しい負け方でしたね。さあグラスワンダーはダービーへと向かいます。スペシャルウィークと満を持して戦うというところですね。まあ、できれば、マイルカップ勝ってね、ダービーでスペシャルウィークと戦ってもらいたかったというところはあるんですが、エルコンドルパサーの前にちょっと敗れてしまってますんで、ただダービーはねまだ分かりませんからね。さあグラスワンダー2番人気に押されてます。1番人気はスペシャルウィーク4枠7番ですね。1枠1番には星雲スカイが入っています。そしてグラスワンダーは堂々の2番人気に押されています。7枠13番、エルコンドルパサーは出てきていないですね。まあ、スペシャルウィーク、グラスワンダーの2強対決というところで、相手が
ルコンドルパサーからスペシャルウィークに変わったのかなというところですね。7番青い帽子安城武豊スペシャルウィーク、一方13番オレンジの帽子クラスワンダーは安城柴田義時。なんとかここねダービー取ってもらいたいですが、まずまずの出だしですね。あと琵琶武秀も出てますんで、まあ、あの一発にかけましょう。琵琶武秀の方も第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。グラスワンダーは中段待機ですね。現在馬群の中ほどにつけています。では前の方から見てみましょう。フリールサイクロン先手を取りました。黒の帽子オートリーエイブ。13番がグラスワンダー、7番青い帽子、内側を走っているのがマイネルクラシ。このままスペシャルウィークです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からフリールサイクロン先手を取りました。すぐ後ろにオートリーエイブ。まだグラスもウィースペシャルも動かない。その隣にフリーリーサーク、その横にマイネルクラシック、当選太陽すぐ後ろ、その外にスペシャルウィークはグラスのすぐ後ろ。スペシャルウィークただ動きたそうな気配を見せてますね。さあスペシャルウィークが先に動き出した。じわじわと前へと進出を図る。ここでグラスに並んだ。前は空いていないけどどこからこじ開けてくる。さあどうだ、来ているぞ。スペシャルウィークが来てる。大外から一気にスペシャルウィーク、グラスも迫る。グラスも来るが、グラスも来るが、最後はスペシャルウィークが突き放しにかかる。ここはスペシャルウィーク2着にグラスワンダー。マイルカップダービーと2着に敗れていますグラスワンダー。決してねまずい結果ではなかったんですが、ちょっと悔しいですね。で種付けの結果出てますので、不受胎になったところは付け直しを図っていきましょう。さあこれで全部付け終わりですね。そしたら8月の1週目まで進めていきましょう。 G1 出走予定はないですね。はい、牧場が広くなってる。ではヨークの、イベントの方を見ていきましょう。マンハッタンカフェとか出てますね。まあマンハッタンカフェ、アグネスゴールド、まあマンハッタンカフェですね。これ買いに行きましょう。まあ9億までは出せますんで、まあ、10億超えてくるとちょっと厳しいかなって感じがするんですが、厳しいっていうかまあ買えないですけどね。9億、うわー、これ買えないですね。
諦めましょう。まあ年末のトレーニングセール見た後ですね、金色のお守り使って買い直してもいいかなと思いますので、ここはちょっと一度静観しましょう。グラスはここも2着でちょっと勝ちきれない感じが出てしまってますね。さあではセールの方も覗いておきましょう。そうか、出れないんだな。であれば建設しておきましょうか。厩舎の方も7億かけて拡張しちゃいましょう。でグラスワンダーですよね。問題はグラスワンダー天皇賞に向かう、まあそうなるでしょうというところですね。でブラックオークはまだ1600万以下で AA 出ますね。では天皇賞秋見ていきましょうか。お、オペラ王が勝ってくれてますね。さあグラスワンダーです。天皇賞秋、ここは負けられないというか、そろそろ G1 が欲しい。まずは2枠3番サイレンス鈴鹿がいます。安城武豊か。そして、3枠5番にはエアグルーヴ健在というところ、さらには6枠11番にはメジロブライトいますね。そして我らがグラスワンダーは7枠の14番です。ただ絶対王者っていうのがね、ちょっと不在の印象のあるこの天皇賞秋、チャンスグラスワンダーにもありそうですね。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。中の芝2000、サイレンス鈴鹿がどれくらいのペースで逃げるか、エアグルーヴメジロブライトがどの位置で動くか、まあ、このあたりがグラスワンダーの展開に影響が出そうな要因というところになるかと思います。グラスワンダーはまずまずの出だしですね。さあ早速サイレンス鈴鹿が出ていこうかという構えですね。さあエアグルーヴが早くも動く。エアグルーヴが短期逃げに持ち込もうかというそんな勢いですね。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。おっと、おっとサイレンス鈴鹿がここで競争中止。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。エアグルーヴ早くも先頭、2番手は桜スピード。さあエアグルーヴの短期逃げになるが、ここを捉えられるかどうか。エアグルーヴの足色はいい。メジロブライトも来る。グラスワンダーも大外から迫ってるが、ただ捉えきれなそうだ。メジロブライトまで届くかどうか。グラスワンダーも来る。グラスワンダーは3着まで。1着エアグルーヴ、2着にもメジロブライト、3着にグラスワンダー。サイレンス鈴鹿は史実通りここで競争中止になってます。グラスワンダーね、ちょっと勝ちきれないですね。 G1 ここまで NHK マイルカップで、2位、ダービーでも2位、そしてこの天皇賞でも2位と、ちょっと悔しいのが続いてますね。
ただグラスバンダーちょっとここは無理をさせてですね、マイルカップの方に出走していきましょう。で有馬記念の後は4週間の放牧を入れます。であとオペラ王がどこに出てくるかというところですね。次、まあ、11月4週目の京都2歳ステークスの方に出走予定になってますね。まあ、オペラ王は間違いなく G1 には勝ってくれると思うんですが、金色のお守りをゲットするためにね、ただ勝つんじゃなくて殿堂入り、金色の殿堂入りしてもらわないと困りますからね。さあグラスワンダーのマイルチャンピオンシップです。上から順に見ていきましょう。1枠2番にはエアジハード、そして1番人気です、5枠9番シーキングザパール単勝オッズ 2.6倍、そして大外枠を引いたのがグラスバンダー単勝オッズ 5.9 倍ですね。ちょっと大外枠というのがどう展開に影響するか、グラスバンダーです。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のグラスワンダー、ゲートに入って体勢が整いました。まあ、グラスワンダーはですね、この後国内のマイル安田記念、そしてマイルチャンピオンシップですね、来年を見据えて出ていくんですが、その間に関しては海外遠征をね視野に入れていきたいと思ってます。まあ、主にマイル戦から 2000m ぐらいのレースを中心に、手薄な海外 G1 を取りに行きたいなと思ってるんですが、そのためにはここのマイルチャンピオンシップはねどうしても欲しいですね。前はダイワカーリア、2番手はブレストシンボリ、シーキングザパール、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はダイワカーリア、ダイワスアゲイン続いています。さあグラスワンダーも徐々に前へ進出を図っているが、前が開くかどうかですね。さあシーキングザパールがいい、9番シーキングザパールが来る、グラスワンダーはどうだ、グラスワンダーも来てるが、ただシーキングザパールの足の方がよりいいか、グラスワンダーはどうだ、グラスワンダーはここでも2着までか、2着にグラスワンダーかというところ。シーキングザパール強いですね、グラスワンダーは勝ちきれない、グラスワンダーはここでも2着ここでも2着に敗れた形ですね。ちょっとですね、これ有馬記念にグラスワンダー行ってもちょっと今勝つのは難しそうなので、ちょっとですねやめましょう。ここは10月2週目の香港マイルに出走して、でここで1回放牧を入れましょう。でその後なんですが、まあ、手薄な海外 G1 を狙っていくといったものの、どこを狙って焦点を定めていくかというとですね、芝 1600m、悪くないけども、フューチャリティステークスですね、まあ、定量だったらこっち行った方がいいのかな、フューチャリティステークスの方に出ましょうか。で、6月の安田記念には出たいので、
ドバイターフ、ドバイワールド。ここはドバイに行くよりも確実に勝てそうなこっちを選びましょう。こんなところですかね。で、安田記念の後は宝塚に行くかどうかっていうのはちょっと検討して決めたいと思います。TM オペラを11月4週目ですね。まあ、ズバリ今週ということになりますが、オペラ王がここを勝ってくれればいよいよ来年が期待できるというところでしたが、テーマオペラ王は2着までというところですね。イエシャカールね、イエシャカールは買ってもいいかなって感じはしますね。スペシャルウィークは見事に3冠達成したみたいですね。さあ、本校カップは5番人気に押されています。クラスワンダーです。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。グラスワンダーは、まあ、悪くはないけど、まずまずというところですね。その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはビクトリーノート、その外からパーフェクト3、内からはツインファンシー、グローメンバー、そのオレンジの帽子がグラスワンダーです。クイックトーン、オレンジの帽子グラスワンダー、いい位置につけました。ピンクの帽子ワイルドビューティー、その後ろラホス、その位置に続いています。問題は直線が長いんで、直線の時にね、どれくらい前が伸びてるかというところなんですよね。さあ、直線に向かう。さあ、グラスワンダーはどうだ。内に馬を出して、ここからグラスワンダーが伸びてくるかどうか。グラスワンダーも来る。グラスワンダーの足もいい、ただ前もいい。グラスワンダーはどうだ。人伸びこない。グラスワンダーはどうだ。グラスワンダーは3着争いかというところ。1着ダホス、2着にケープウェルディ、3着にグラスワンダーというとこですね。グラスワンダー3着と。いうとこですね。勝ちきれない感じですね。さあ、TM オペラ王は新山記念へと向かう感じになりますね。で、あとはここで、セールあるのでセールも覗いておきましょう。レーシンプレストンいますね。タップダンスチー、あとはアグネスデジタル、このあたりが金色ですね。ノボジャックとかもいますが、まあ、ちょっとお金がそもそもないので買えないという事情もあるので、まあ指を加えて見てましょう。で、あとはですね、ヨーク、ここでね、お守りを使ってかすめ取るということをやっていきたいんですが、タキオンか。
アグネスタキオン、マンハッタンカフェ、ジャングルポケット。この3頭で誰を買うかというところですね。ジャングルポケットも欲しいけど、やっぱマンハッタンカフェなんだよな。ちょっとマンハッタンカフェいくらするか。そもそも買えないと言われましたね。であればタキオンはどうだ。金のお守りを使うと2億1700万。アグネスタキオン買っときましょうか。世代ナンバーワンなのは間違いないですからね。アグネスタキオン買っちゃいましょう。でお金が7100万か。ちょっとかなり苦しくなりましたね。で、各馬たちの実装を確認しておきましょう。帝王オペラ王が新山記念に向かってというところになりますね。はい。というわけでですね、1998年の1年間、まあ主にグラスワンダーに焦点を当てた1年になったと思うんですが、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ぜひですね、皆さんには史実馬この馬強いよとかですね、あの史実馬忘れないでなんていう情報をツイッターもしくはあの動画のコメント欄で教えていただければ大変嬉しく思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。